今回はあの解禁からゴールデンウィーク明けくらいまでの鬼怒川で撮影を行ったんですけども、日中のライズっていうのは何で起こるか最終的に来てみないとその年によって分かんないんですよね。この時期はこの虫だみたいな先入観を持って川に来ちゃうと、意外とやっぱり失敗するっていうかライズ取れない危険性も増えてきます。それでもやっぱり来てみれば単発三発でも何か起こるわけですよね。そういうことっていうのがやっぱり面白くて、それで釣れる魚もやっぱりでかかったりするわけで、やっぱりハッチマッチの釣りを楽しむってことはやっぱり自然に合わせた釣りをする楽しみだと思いますんで、その季節ごとのその年に合った釣りのスタイルっていうのを自分なりに組み立てるっていうのが楽しみじゃないですかね。ああ、やった。今んとこ浮いてる虫がなんだかもう分かんないくらいの流化なんですけど、多分水面直下も含めれば結構な数が流化してるんだと思うんですよ。やっぱりゆすりかですね、今もこっと。あーでもなんすかね、川によるんですけど、大きな川ほど開きに近い中央から開き側にライズポイントがあることが多くて、スペント、大熊のスペントに変えてみます。あ、やった。よし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 、思ったよりありましたね。31センチあります。すごいハッチだな、やっぱり。ダウンをバッサリ食ってきましたけど、やっぱり尺31センチの方はできれば50センチ程度で食わしたいんですけど、それは完全に浮いてれば50センチで食うんですけど、そこから突き上げてくるようなライズの場合はもっと長く流さなきゃいけないわけですよ。仮想でライズポイントを設定してやっていきます。狙ってるところをまたいで向こう側に行っちゃうのを防ぐために、なるべく手前から落とすようにします。トラックかかって通過しちゃうっていうのが一番怖いですね。これはもう渓流釣るのと全く変わらないです。今度はど真ん中の流針でやったことを想定していきますけど、この場合はもう自分の真正面真横にライズが来るようにやると一番やりやすいですね。外れないでください。なかなかね、これがある程度太いと近くに来てから頑張られるんですよね。